こんにちは、マスターとです、マスターとのユンタクの時間となりました。今日は、何を話そうか、今は、今日は、2021年、11月の、7日ですね、日曜日、真っ白の日、11時間の公の礼拝が終わりまして、今、自宅に戻って、駐車場で、動画撮りをしています。ユンタクはだいたい水曜日、日曜日に上げてるかな。そうですね、そんな感じで、週に2本撮りで、今日は、前回はなんか河川敷で、お休み、祭日でしたですね、文化の日でしたですね、3日で、2本撮りしたら、話すのが、月たちが出てこなかったですね。今日は、11時間の礼拝で、牧師先生から、旧約聖書の、イザヤ書の、イザヤ書の7章ですね、7章のをからの、メッセージで、その当時、イスラエルは北のイスラエル、10部族ですね。みんなで、ユダヤ、民族、イスラエル民族は12部族ですけど、ダビデ、メッセージはありませんけど、最初の王様がサウル、ダビデ、ダビデの子ソロモン、ソロモンの子レハブアムの時に、北のヤロブアムを率いて10部族で、南の、レハブアムが2部族ですね、ユダとベニヤミンかな、そんな感じで、ベニヤミンかな、はい。10部族と2部族の分かれて、その、イザヤ書の時は、まだ北のイスラエルと南の、ユダにありましたけど、その後に、北のイスラエルはアッシラに滅ぼされます。そのうち、南のユダも、バビロンに滅ぼされますけど、そういう困難な状況で、現代で言えば、北朝鮮が、北と南分かれているように、その当時イスラエルも北のイスラエルと南のユダに、分かれて、国が滅びる、いろいろなアッシリアとかそのバビロン、いろいろな、アラムとか、その時その7章の時は同じ民族ですけど、ユダヤ人イスラム民族ですけど、北と南ですね、イスラエルとユダが争って、力的にも、均等していまして、統一を図ろうとしましたけど、なかなかずっと、長い間、内乱中が、2つに国分かれてますので、の北のイスラエルが隣の、アラームです、今で言えば シリア、ダマスコ の勢力と、手を結んで、南のユダを滅ぼそうとしましたけど、丘の上にある、堅固なエルサレムは落とすことができま、でせん、落とすことできませんでしたけど、そのアラムの軍勢が、エフライム、イスラエルにとどまったという、そういう状況の中で、困難状況の中で、私はどう生きるべきか、主に信頼し、主に頼って、そういう歩みすることが世の潮流の光となること、ちょっとメッセージの振り返りが前半部分になりましたけど、3分、それから余談ですね、何をユンタクで話そうかと、今日は、メッセージの振り返りとなってますけど、何を、そういう恐れるなということで、どうして私が南の小さな島の、海に囲まれた小さな、南海の孤島ですね、少し石垣島から、直線で60キロぐらい離れた、山も川もない海抜60メーターの、島の中心に、灯台がある、どうして泳げないか、皆さんは、泳ぎの潜りの、ベテランがそういう、島育ち、海育ちの方では多いですけど、私は金槌でしたですね、泳げなかったです。小さい時からなんかそういう恐れ、不安というのがあって、特に、どうですかね、海なりは小さい小学校に上がるか上がらない頃からですかね、
まあ、すごい海鳴り、多分その時は、すごかったです。ゴーゴーとする音が、まあ、幼な頃にまだ、何歳か5、6歳ですかね、小学に上がった頃ですかね、そういう記憶がありますね。なかなか、まあ、水難事故も多かったと思いますけど、そうですね、中学校1年の時に、2年かな、中学2年ですね、その1級、後輩中学1年の時の担任の先生が、放課後、港のに防波堤の先に泳いで侵入してきたばっかしですので、まだ1年も経っていないことで、若い命、新卒で22ぐらいですかね、命を落としたという、悲しい事故もありますけど、そういうことで、なかなか自分自身が金槌で、住むところが、周囲は、16キロぐらいですかね、地区が大体、島の中央部に集まっていますけど、4地区、1つの地区が一番西の海の方に近い地区がありますけど、私の住む地区は大体島の中央部ですね。自転車、その時は車もなかったし、歩く徒歩か自転車ですね。昔は本当に記憶があるところでは馬車もありましたけど、そういうことでなぜ泳げないかという主題になかなか追いつけないですけど、大体、畑仕事、お手伝い、ヤギの、世話とかそういうことで、どうしても島の東側の部分が、そういう畑が多かったですね。それで東側はほとんど砂浜はなかったです。砂浜はもう限られた部分で、西の浜、西側と南の浜もと北の、大泊、南浜、砂浜は限られていますね。西の方は結構海岸線には砂浜多かったですけど、西の部分は、太平洋側ですね。東の方が太平洋側ですね。西の方は、台湾の中国の西の方ですね。そういう、楕円形に似た島ですね。土地改良が済んで、とても上から飛行機で眺め、まだ飛行場、ありますけど、飛行機で眺めた時は、とても綺麗な島で、なかなか主題の、どうして泳げないのか。一回、どこですかね、リーフの珊瑚礁ですので、リーフのところから、珊瑚礁が引き上げ始めますね。海岸の、島の海岸の近くは、そういう、水たま、潮たまりとか色があって、奥の方のリーフの珊瑚礁の方から潮が引いて、綺麗な珊瑚礁のリーフになりますね。海岸の方は少し、潮が多いですね。それで、潮を引く時も、海岸の方から、リーフからその珊瑚礁が出てきますけど、潮の満ちる時も、海岸の方から潮が満ちて、最後に奥の100メーター、200メーター、そういう感じで、リーフの先の方が最後に海に、沈みます。そういうことで、よく危ないですね。よく慣れない方は、よく夢中になってずっと潮干狩りすると、もう遠く沖の方で、珊瑚礁、リーフの海の方の方で潮干狩りすると、もう時間が経つと、もう帰る時にはもう海岸線のにはもう水が、なかなか説明、潮がもう埋まってる状況で、早めに帰りますね。沖のリーフは、ほとんど徒歩で潮干狩りしますので、先に、
陸地の方から潮が満ちてきますね。そういうことでから、よく、まあ、そういう途中途中にはリーフの少しくぼみがあって、一回くぼみに落ちてなんか溺れそうな状況、そういう思い出がありますね。それと、中学1年か2年の時に、放課後ですかね、クラブでバスケット部で、港に行って、飛び込んで落とされたんかなと、もうお友達部員に。で少し、もう泳ぎは金槌ですので、まあ、それで、まあ、いたずらで、まあ、はしゃいでというか、いたずらされたんか落とされて、港で、まあ、引き上げて、まあ、泳げないですね。泳げないのは私ぐらいですかね。まあ、素潜りも、まあ、なかなか、まあ、今でもプールはないと思います。学校でよく、まあ、西の浜でからよく水泳の訓練とか、中学校、小学校、今でもプールないと思います。高校もプール、今はあると思いますけど、私たちの時はプールなかったので、まあ、前里かな、そういうリゾートホテルのプールで、なんとか、背泳ぎで、もう本当にもう、なんで背泳ぎですかね、背泳ぎで、まあ、20メーターですかね、が25メーター、その単位ですね、体育の単位。大学でも泳げないので、まあ、大学の時は、まあ、水泳かスキーか、まあ、いろいろと水泳があったですね、授業が、単位があったですね、ABC、C か D、泳げないクラスで、結構、まあ、その溺れた人の訓練をするということで、教官というか、大学の先生に、もう大人、二十歳ですけどね、思わず、頭を押さえつけられて溺れた状態に、そうですね、溺れた人を助けに、行く役目で、溺れる人は必死だから、助けようと来る人をもう、しがみついて逆に共に溺れという、まあ、そういう、教えで、まあ前からじゃなくて後ろから寄るよというそういう、水泳の、水泳の授業があったですね。まあそういうことで、なぜ泳げないかということで、まあ社会人になっても自分でも、まあここはまあ温水プールで、まあ結婚してからでも妻と一緒に、水泳に、通った状況があります。まあそういうことで、なぜ、泳げないかということをお話ししました。はい、次回また。マスターとのユンタクで、ほとんど喋って前お会いいたしましょう。シアゲンリツパッションプリーズシャロンバイ。